皆さんこんにちは、浦和レッズレディースの柴田花江です。私の小さい頃の性格は、人見知りをする子供でした。人と仲良くなるまでにとても時間がかかっていたと思います。で、小学生の頃は、地元の男の子のチームと女の子のチーム両方に所属していて、練習と試合で週に5、6日はサッカーをしていました。で、その頃多くやっていた練習は、ボールをたくさん触る練習をしていました。ボールを触る感覚を体で覚えていたと思います。私は小さい頃からサッカー選手になりたいと思っていたので、何か意識するというよりも本当に毎日の練習を一生懸命全力で取り組んでいたと思います。今こういう状況で、私たちもチームで集まって、練習がとかはできていない状況なんですが、個人個人がしっかりランニングしたりとか筋力トレーニングしたりとかで一人一人やっている状況です。皆さんも今は本当に我慢することとかが多くて不自由なことがいっぱいあると思うんですが、そういう我慢すること、できないことっていうのを言葉にするのではなくて、今できていることとか、あとは楽しいこととか、そういったことを一つでも多く、探してほしいなと思います。みんなのために働いてくれている方とかもたくさんいるので、そういった方々に感謝の気持ちっていうのを、持ってほしいなって思います。